アニメ保護犬絵本。もし僕たちに尻尾がなかったら、その後お家に帰られなくてごめんなさい。ここはお空の上、みんなで仲良く暮らすここを僕たちは虹の国って呼んでるよ。ここでは辛かった病気も怪我も悲しい思いもみんな吹き飛んで、毎日を笑って過ごせるんだよ。ご飯やおやつもいっぱいあるんだ。毎日新しい仲間がやってくるよ。今日もほら、ねえ、ここはどこ？僕、早くお家に帰らなくちゃ。パパやママが待ってるお家に。君、僕のお家知らない？僕はパパとママの三人家族。優しいパパとママに囲まれて、僕はとっても幸せだったんだよ。ある日、ママのお腹に赤ちゃんができたんだ。僕に兄弟ができるなんて嬉しかったな。かわいいかわいい赤ちゃん、パパとママの宝物だもの。僕もすぐに好きになったよ。でもね、僕もみんなと一緒にご飯を食べたり遊んだりしたいのに、お部屋から出してもらえなくなっちゃった。僕が近寄ると赤ちゃんが咳をしちゃうんだって。ごめんね、僕の何が悪いのかな。赤ちゃんのためだもん、仕方ないよね。でもなんだか寂しいな。久しぶりに僕も抱っこしてもらいたいな。あれ？お部屋の扉が開いた。やった、久しぶりに遊べる。あ、でもその前に、ねえ、抱っこして。あれ？車でのお出かけ？どこ行くの？昔みたいに公園かな。ねえ、パパママ楽しいね、ワクワクするね。え、あれ、ねえ待って、どこ行くの？僕も行く。ねえ待って、パパとママ何かご用でもできたのかな。大変、早く僕も追いかけなくっちゃ。パパ、ママ、待って。どこ行くの？僕置いていかないで。ここはどこだろう。初めての場所だからわからないや。パパとママの匂いもしない。でも、お家に帰らなくちゃ。パパとママ、そして可愛い赤ちゃんが待っているお家に。みんな、待っててね。お腹すいたな。喉も渇いたな。泣きたくなっちゃうけど、今は我慢。お家に帰り着くまで、頑張ろう。何日歩いたんだろう。もう足が動かなくなってきたな。お家まであとどのくらいかかるかな。パパとママきっと心配して僕を待ってる。早く帰らなくっちゃ。頑張らなくっちゃ。
と少し、きっとあと少しでお家に帰れる。きっと帰れる。頑張ろう。あれ？あ、仲間たちの姿が見える。ねえ、君たち、僕のお家知らない？君のお家は知らないけれど、でもいつかきっと、本当に愛してくれる家族が待つお家に帰れる日が来るよ。その日まで、その疲れた体を僕たちと休めよ。こっちへおいで。僕はいつまでもパパとママ、赤ちゃんのことが大好き。お家に帰られなくてごめんなさい。僕がいなくても三人で仲良く暮らしてね。僕はここでみんなの幸せを祈ってる。いつまでも。ここは幸せな虹の国。みんなで寄り添い合いながら僕たちは楽しく過ごしている。結婚、出産など、私たちの人生にはいろいろな変化があります。でもそれは命を捨てる理由には決してなりません。命を迎えるのに絶対に必要なもの、それはどんなことがあっても最後まで守り抜くという覚悟です。虹の国に来る前の仲間たちが皆さんと楽しく生きられるような世の中になるように、みんなの力を貸してね。チャンネル登録よろしくお願いします。